はい、どうもこんにちは、風賀です。今回はパリアブリエパリブパ何だったっけ今回は人の他の人のプレイヤーの、ミッションを手伝っていくという形になります。手伝っていくっつっても初めてなんでね、まあ、手伝うというよりかは足で待ったようになるかもしれませんが、やっていきたいと思います。この4人でお肉ばっかだねじゃあ僕毒持った、毒しびれ、まあ全部持っていこう。うん、別に損はないだろうし。ねここはまあやりましたね。エスピナスと、デュラガウア、違う、なんだっけ、忘れたデュラガウアもここでやったよね多分。ほんと綺麗だよな。なんかなんでビータで本当にモンハン出さないのか疑問。はい、やっていきます。名前はちょっとここで確認しておきたいと思います。パリアプリア、どういったモンスターなんでしょうね。なんか強そうというか強いですよね絶対ね6人いるんですかね。なんか立ちのうーあーこいいやいやうわでけえでけえでけえ、ティガレックスみたいな感じか。うわーでもなんか動きがのろそうだけど、うわーキモいな、キモいいやうわすげえ。じゃあ頑張っていきたいと思います。攻撃パターンとしてはティガレックスよりはのろいのかな。でも範囲がでかいから、うわ範囲がでかいな、だから一発一発の攻撃が強そうだね。はい、やっていきましょう。ちょっと最初はあんまり攻撃しないで様子見だけ、まあ、攻撃もしますが変な笑いが出た。やっぱティガレックスと同じような動きで、大胆な動きというか呪いっていうんですか、なんかカエルみたい、カエルみたいカエルとティガレックスを合体させたみたいな。いいね、割と余裕なんじゃないかな、タフなだけで。大坊さんは何やってんのエリア5でずっとさまよってんの。で、あやっぱ強いな、一発の攻撃力が強い。だから当たらないというか脆い分一つ一つの攻撃は絶対避けなくちゃ。あ、大丈夫来た。よいしょ、思えば今日は片手剣ですね。まあパート3にして初めて違う武器で、データテストの時もあれだったんだけど、タッチだよ。怒ったか、怒ってないよ。切れんのかな、切れないかもしれない。尻尾なんかあれみたいな、なんかおたまじゃくしみたいななんかだから尻尾というよりかは切れないな。まあ顔とかの V 破壊を頑張るか。あーでげでげ、お弱ってる弱ってる、そして弱ってるな、余裕だ余裕、いけいけ。何か来るかなと思ったら案外余裕だねいけ、よし来た、はい達成です。簡単でしたね、まあ皆さんが強かったというか。お疲れ様でした。はい、飲み竜、うーんでもあの突進してくるときはやっぱり一人プレイだと多分避けられないから
おとりって言っちゃなんだけど、やっぱあれだね、複数に やらないと多分かなり難易度は上がってくるんじゃないかなと思いますけど、はい、違う、お疲れ様でした。案外余裕だったね。なんでここのプーギーがいるのか分かんないけど、僕の鳥は BRS かな、うん、ブラックロックシューターにかけましたけど、はい、今回は、ごめんなさい、パリアプリア結構余裕でしたね。はい、難しいというほどあれではなかった。うん、はい、ということで、まあハンターランク今もう50近いですね、43ですから、近況報告としては、はい、をいろいろもらいましたと。ハンターランクが上がりました、45です。ギルドへの推薦状をね、スタンプカードでいくつかもらったので、20何個かつけて、やると、ハンターランクが4000プラスされてぐんぐん上がるということで、はい、どんどん上がってますね。だから一つのミッションクエストでもう1上がるでもそれはオーバーかはい、ということでハンターランク45です。これからも新しいモンスターどんどん買ってくださいね。まあまだ未熟なんでフロンティアも未経験というところが多いので、そこはできればアドバイスくれたら嬉しいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。